うれー、え、あれセミか、セミだー、火に止まってる、叩かなくなった。なるべくだから俺の配信薄りたいんかな、思ってないように。俺闇落ちかと思ったけど、これ初心者っぽい。結局ナイスー。そう、なんか誰もバカにしないような世界になればいいよねって感じがする。まあ人間誰しもやっぱマウンティングしたくなっちゃうんで、そう、マウンティングゴリラしたくなっちゃうんで、しょうがないんだけど、しょうがないんだけど、まあねっていう。人間とは愚か。やはりね、そういう何でもいいから、マウンティングしちゃうよね。確かに。まあ言ってきたら言い返せばいいと思う。もしくは、まあそいつとはもう縁を切るみたいな感じかな。だけど、運営さんがとも言ってた気がするんだよな、平均って。ね、やりおる。そういうことです。気にするでない。いや、気になるな。まあ、言ってくるやつは、無視。いや、無視って難しいんだよな。非表示。うん。無視はできないんで、非表示。見ない。もしくは、もう、削除。LINE 消すみたいな。そういうレベル。言ってくるやつはね。かなぁ。はぁ。俺はそう思います。もう好きなようにねっていう。うん、その無視するのはマジ難しいからね、そこに関しては自衛してください。無視はマジでむずい。言われたら気になるのよ。俺なんか見てみ？うぅ、聞いたわーって。いつまで引きずっとんねんってなるからね、言われると。まあ、それが人間。いや、無理だよ。スーンって消すなんて。うぅってなるよ。その通りです。ある、わかんない、いや、ある気がする。来シーズンどうなるかわかんないけど、ある気がする。まあ誰か呼ぶとかはないんだけど、まあ、もしかしたら例えば神ドラを行くと、ワンマガしなくても勝てる。いいね、いいよ。なんかみんな娯楽をね、なんか忘れてる。なんかみんなさ、精神状態プロゲーマーなのよ。大変そう。うん。そう。なんか、仕事かってぐらいさ、きつそうよな。楽しむぜ。楽しむのがね、第一としての目標のはずなんだが、それをね、やっぱ忘れちまってるよな。まあ、それだけやっぱエーペックスが、おもれるのかもしれんな。それぐらいにはエペが面白いのかもしれん。やはり。やはり神ゲーのようだ。まあでも本気でやってるからこそ、誰かに当たるってのはマジで良くないことなんだからな。誰かに言ってるか言うっていうのかな。もったいねえ話だぜ。P20 と99ってゴミやんけ。なんかないかな。テーンって言って死ぬからね。そう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 。こんばんは。配信お疲れ様です。覚えてます。第4と第5は覚えてる。まあ、救えるけど、救う必要がない。それより俺は強い武器を選択します。別に当たるだったら強いんだよ、あの武器。全然、今も。でも、最強じゃなくなった。強い。だけです。弱くはねえんだよ、あの武器。あの、99だよね。そう、99は別に弱くはねえんだよ。強いよ。やっぱ連射速度、で、ピークから出される火力。
はもう救急以外じゃできないことなんだよ。強いんだけど弱い。弱くないわ普通。戦いは戦えるんだけどね。強い武器を俺は選択するからね。あ、なんか頑張ってたよね。でもエルスターの今は強い。純粋にケアパッケージ効果。うん、神の恵みだ。前は結構雑に使っても死んでた敵が、12ダメージの時はで、弾も27だよね。あの時は結構雑に使っても戦えたけど、今はちょっとね繊細な武器というかちゃんと当たらずに死ななくなっちゃったからね。感謝です。ありがとうございます。なんか今カチャって言ったよな。さすがに気のせいなのか。さっきはそれでいたけど、でクレーバーでぶち抜かれたんだよな。エリアをスキャン中。ああ、いやいねえわ。今回は気のせいだったようですね。あちらの方向に敵がいるはずだ。自分も散ったの途中までは良かったけど散っちゃったんだ。攻撃されている。お、押されてる。ちょっと待って。ダウンしたが生きている。敵がダウン。邪魔を展開。大丈夫ですか。大丈夫ですか。マスギリ。シールド。シールドを強化。使い果てた。フェニックスキットを使う。もうね、俺の勝ちです。うん、強い。ああ、ないかも。よき。まずい。後ろからも来ている。注意環境をマーク中。シールドゼロを発見。溜めます。うお、後ろにプッシュじゃ。私に良くするもの。シールドを強化するよ。目標発見。敵は発射しなくている。命で攻撃を。うれー、うえー、後ろにプッシュじゃ。オラオラオラオレイ、うえー、プッシュプッシュ。アタッチメントが揃ったら最強ではないかこの武器。まずい。一旦逃げるぜ。うれー、ズーッ、ビョーン、ドーン、うらーっ、ツバでー。
泣いてる。任せてくれ。俺はサポートがいるときは全力で助ける。うますげー。脱出エスケープ。ちゃんと逃げて起こして全員殺すから。味方を殺した罪は払ってもらうぜ。許さねえ。俺は戦ってても次の敵行かねえんだよ。何個か落としてあげればいけるよな。バンカーぐらいだったら。カービちょっと俺が中確認してこようかな。どうだろう、いけるかな。見た感じは入れそうだけど。よし、いいんじゃない。完全復活でしょ。いいんじゃない。でもいいね、エルスターにあのバレルつけようになったからめっちゃいいわ。シュンさんは e スポーツフェスタに出るんですか。いや、これ広告です。あの、出ないです。俺はそう、宣伝です。そう、私のあのところを使ってあの宣伝みたいな。あ、そう、そう、そうだったらしい。そう、本人だったわ。言われてさ、あ、そうなんつって。当たるね。まあ、でもできればね、ソロだからね、もうちょい優しめになってほしいんだけどね。もうちょい優しめだね。相手振るわないよねって。実はね、
千面です。敵のシールド終わったよ。命中した。新しいキルリーダーが確定しました。リロード中。気をつけろ、新たなキルリーダーだ。大当たり。命中した。大当たり。入れた。結構入れたわ。てかバレルマジでエルスター方でいいな。全然違え。当てやすすぎるわ。弓とネメどっちがいい。うわ迷うなそれ。あ拾ってるわ。どっちがいいんだろう。え弓じゃない。弓弾無限と弾無限でさいいんじゃない。最近俺当てんの結構得意だし、一発70ダメージでしたよ。結構やばいと思うわ。かなダメか。通話で人死があれば。くそー。治療中だ。やべ、また死ぬ。やべ、バレたら死ぬ。やべ。後ろだと、後ろだと聞こえなさすぎる。無音すぎる。いや絶対勝ったのに。無音すぎる。なんだ今の。え後ろ前だと思った。でも見てください、4位なのに100ポイントでけー。うめー。やっぱ戦ってポイントがよう、うますぎる。キルポがさ、俺ゼロの時代やってたからさ、シーズン17だよね。うん。あの時ずっとソロでやってたんだけど、もう、いくら倒しても変わんねえから、マジでブチ切れてた。最高。これでいいっすわ。もうずっと、これでいいんだが、まあ、来シーズンはちょっと変わるみたいな話を聞いたんで、そうって感じ。そう。で、やっぱそれのおかげで、俺追いついたんで。石田様、100ビッツ、ありがとうございます。今日もいい感じです。ありがとうございます。マジでね、これがなかったら俺は、プレデターあげなかった。あれ？いつだっけ？そう、言ってたんだよ。1万7000俺離れてたんですよ。でも1万7000離れていたのに、なんかいつまでなら俺2万4000離してるんよね。これキルポのおかげなんですよ。キルポがなかったら俺はもう間に合わなかった、絶対に。いや、そうなんですよ。セミじゃねえんだよな、最適解は。そう。最高。ナイスイッチです。ありがとうございます。あともうちょいだぞ。の中の闘争心に火がついちまうよ。早急という言葉の意味はバルか。大丈夫かこれ。バルか、やばいんじゃないの。
りのチャンピオンです。私に近づきたいなら気をつけることね。私と肩を並べられるものは少ない。私がジャンプマスター。いや、もういいや。死んじゃう。もうちょっといいですね。今回で身に染みたかったのは、まあ、ランクはやるんだけど、うおー、プレデター行くぞーじゃなくって、まあ、行けたらいいなーぐらいに考えておきます。ちょっともういいかな。うん。ねえ、やるぜ。ちょっと疲れたね。あれ？なんだこいつら、ついてきた。2枚こいつらも。ってことはあっち空いてるんじゃに。どうだ、空いてそうだけどな。え、あれセミか。セミだー。木に止まってる。木なのかわかんないけど岩に止まってる。周回軌道上に悪い子を発見。フーリガンどもに撃たれてるよ。頑張れお前さん。勝て。シールドをリチャージ中。頑張れ、応援だけする。俺たちもう味方がいねえからさ、人数不利なんよ。頑張れホライゾン。こっちに顔出してくれたらカバーできるぞ。というか、グレネードだ。こっち来れないかな。どうにかしてこっち来てくんねえかな。いけねえ、助けに行けねえよ。助けに行けねえよ。味方がいねえもん。無理、助けに行けません。見ろこれを、まあ、こいつのせいだね完全に。無理無理の無理。俺は自殺はしねえぜ。てかもうそもそも 2v3 なんだよな。ああ人数不利をやるのはよくわかんねえ。セミさえいなければこんなことにはならなかったのに。くそー、セミ滅せよ。いるわ。レーダーによるとみんな散らばりすぎてる。追っかけてくる気が。なんで？こいつらおかしいぞー。こいつらおかしいぞー。わかるわけがないのに来たぞー。こいつらおかしいぞー。見えてるぞー。ジーターだー、ジーターだー。ジーターってなんだ。ゴーキブリよー。ゴースティング来たわー。フォロー。来るわ。来れるわけないのに来たー。やばーい。ありえないわ、来れるわけないのに。わかるわけないのに来やがった。ゴースティングよ、逃げろ。レブナント強え。レブナント最高だぜ。そうだね、あーゴースティングも来るからな。さすがに丸分かりすぎだろそれは。あーこっち撃ってきてる。隠す気ねえ、ゴースティングよ。ああ、
えこれ園外まで来たらクソ面白いんだけどな、園外来てくんねえかな、ちょっと見てんだったら園外来てよ、せっかくだし遊ぼうぜ園外で、どっちがさ園外耐久うめえかやろうぜ。おいでよせっかくだし、あーそれは確かにあるかな、せっかくだしついてきな、おーいやいたいた、これ N スター純真だぞおいでおいで、怖すぎるわそんな森あったら。こっちよりあっちの方が良さそうだな、こっちあんま物資なさそうだ、では空いてる、空いてねえよ。レプリケーター接近中。おお、物資があんまないぞ。すげえ。今回システムに見放されてしまった。まあ俺には保険がいるから大丈夫だけどよ。見放されてないね、まだまだ生きていけるぞこれだけあれば。俺には保険があるからよ、うん、そこら辺にある肉でどうにかあれ命をつなぐサバイバルだ。医療キットあそこに1個あったなよーしよしよしよし、まだまだいけますね、うん、キャパシタ行こうかな残り10秒ねえ、ゴースティング来ちゃったよ。大変よ。まさか、園外にまで追ってくるなんて。素晴らしい。任せて。俺ほど耐久適正やるやついねえ。セミより耐久適正やるからな。レベルが違えんいんで。セミは死ぬからな。なんなら。セミの大移動、ゴースティングはそうだな、うーん、
えば俺が嫌がってるとかそういう感じじゃない？やっぱだからその人の足を引っ張ることに命をかけてる人ってやっぱ一定数いるんで、そういう感じじゃないかな。はい、ゴースティング方法が円外。そう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 、普通じゃ見てもらえないじゃん。だけど例えばまあ、何百人って方に見てもらえる、うれしいみたいな。そうね、あ、それもある、うん、それもあるわ。俺っていう存在に認知されたいってのはマジである。どんだけ近いと俺んとこ来そうだな。余計となんかあるって7個か。まあこんだけありゃ入れるか。入ろ。そう、まともな試合がないからしょうがないんだよな。ああ、そう、すげえ、このマイナスを減らしながら漏れるっていうね。しかもさっきのプレマス対もう大集合の試合でもボコボコにできる。登録、そういうことです。登録ありがとうございます。闇だ。闇闇の実だねこれ。レベル87ってやついるぞ。あ、こいつらじゃん。こいつだよ、俺のことやってるやつ。こいつだよ。え、片方プレデターじゃん、やば。俺に時間かけてる場合じゃねえって、それ。こいつらだ、こいつら。俺のこと追ってたやつ。しかもチーターかよ。ゴースティングチーターかよ。あー、すげえ、もう完璧だわ。あー、うん、素晴らしい。え、すごい、プレデターがちゃんとやってる。え、すげえ、完璧だね。あ、すげえ、ちゃんとやってるわ。残念。プレデター、え、待って、こいつ CS だぞ。承認欲求がやばすぎる。おもろ。それはおもろいわ。まあいいでしょう。私の画面を見てるってことは、こうすれば完璧。いや、でもアンチ内には入ってこなかったな。しょぼいな。結局アンチ内には入れない雑魚だったか。そんな、頑張れ、お前だったら勝てるぞ。向こうにケアパッケージ。
さあどうなる。お、分かってるこの人たち、ちゃんと。あ、やばい、15キル3260ダメージだ。ゴリチーターだな。あ、すごい、待って、でも違うな、これゴースティングじゃないぞこれ多分。え、待って、チーミングか、あ違うか、チーミングじゃないか。壁越しに見てる。いや、ゴースティングしつつかな。ブースティングとゴースティングか。戦わなくなった。なるべくだから俺の配信移りたいんかな。あのね、プレデターは弱い、見てほら600ダメージ。でもゴースティングだと思うんだけどな、さすがにあそこでガンマチってことはもう確定だと思うけどな。まあどうせバンされるし、今だけ楽しませてやろうぜ。多分そうだね、間に合わないから多分任せてんじゃないかな。割となんか恥ずかしくなってきちゃうみたいな言うけどね、なんかそういうの見られると。こっちがブロンズ2だな、もう片方ランキングなんだろう、こっち。標的発見、近くにいる。そうだね。さあ CS ってことはアカウントを作るために4万円かな。いいぞ、4万円ぐらいは食らうんじゃないか。なんかあったっけな。丁寧にやっております。うお、こいつスモーク越し打つ系か。やべえ、下手かもしれん、あんま上手くないかも。思ってないように、俺闇落ちかと思ったけど、これ初心者っぽい。うわ、待ってレベルが違かった。ちょっと待って、これはやばいわ、強すぎる、これちょっとレベルが。ちょっとゴリゴリすぎるな、これはちょっと、これはすごいわ、これ ADS しない方がいいぞこれ。ちょっとレベルが違かったわ、俺が想像してるものより全然違かったわ。ちょっとサーバー変えるか。解除してくださいって、チーズじゃないんですって。お、ホライゾンちゃんは 5800LP だね。いや多分ね、増えたなと思う、このレベルが。逆にそのコンバーターが使えなくなったから、え、あいつって多席飛行じゃん。あのね、自分の責任が持てないんですよ。つまり、あーって、俺はチート使ってなかったのに、もういいもんって。なんだっけ、運営が
俺のアタッチメント消しやがったからチート使ってやれやみたいな感じでやってる。うわぶれいやおもろいな。やはり助けに行かなくて正解だったようだな。ちゃんとチーターだったわ。なんかね追いかけ方が変だなって思ったんだけど、そう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 、誤魔されたんで、やっぱなんか変だなと思ったんだよ。イエーイ、バルキリー8万 LP 足りてねえぞー。すごい、あのチーターがいても漏れる俺のムーブ強すぎる。俺が見たアッシュは6試合後ぐらいには消えてたけどね。よんで、あれもしかしたらあれ最強と思うかもしんないよ。あれ上振れって言うと絶対出てくるからね。